皆さんこんにちは、ソロニーと言います。今回の動画は化学反応式の書き方をゼロから解説という内容で話をしていきます。化学反応式というのは中学2年生で学習するこういうやつです。そして化学反応式の書き方という動画はおそらくたくさんあると思うんです。ですが今現在コロナの影響で学校で学習できない人がたくさんいます。そういった人がいきなり化学反応式の書き方の動画を見ても難しいと思うんです。なぜなら化学反応式はこのように一歩一歩学習を進めて最後にようやく書けるようになるものだからです。化学反応式が書けるようになりたいと思っても原子って何とか分子は何とか化学式と化学反応式の違いはとかこの大きい数字と小さい数字の違いは何だとか基本が大切なんですね。これを中学生が全部自学自習でやるのは大変だなと考えてこの動画を作りました。この動画では化学反応式を書けるようになるために4本の動画で本当に最初から解説していきますのでぜひ楽しんで見ていってほしいと思います。自己紹介が遅れましたが自分は沢兄と言って学校の先生とか塾の先生、家庭教師、理科の実験道具の教材作成などを仕事にしてました。このチャンネルでは理科の実験動画や解説を中心に投稿してますので学習の参考にしたい方は登録していただけるととても嬉しいです。では学習を始めましょう。では解説を始めていきます。先ほど4本の動画があるというふうに言いましたが1本目のこの動画では階段の一番下のこの部分ですね、原子についての話をしていきます。一番の基本なので簡単で退屈する人もいるかもしれませんが、しっかり最後まで見てもらって、次の動画に進んでもらえればと思います。全部で3章あります。では、1章から始めていきます。1章、原子のイメージというところですね。まずは、この原子というところが、化学反応式の学習の第一歩になってきます。早速ですが、皆さん、原子という言葉は聞いたことがありますか？また、原子ってどんなものか、なんとなくイメージがつきますか？少し難しいと思います。皆さんに知ってほしい原子のイメージは2つあります。1つは、原子はものすごく小さな粒ということです。もしかしたらこれはイメージできた人もいるかもしれません。そしてもう1つは、原子がこの世のすべてを作っているということです。そう、この世のすべてのものは原子からできているんです。今皆さんの身の回りを見渡してみてください。机や鉛筆、消しゴム、スマホ、家などがあると思いますがこれらはすべて原子からできています。そして人間の体や植物の体、太陽や目に見えませんが空気などももうすべてがすべて原子からできているんです。ここに机や鉛筆がありますが、例えばこれらをどん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 バラバラにしていきます。バラバラにしてバラバラにして目に見えないぐらいまで小さくしたとします。そうすると最後の最後に残るのがこの原子。という粒なんですね。今これアルファベットで粒が書いてありますが、これが原子です。もう物をバラバラにしていくと、最後の最後に残るのが原子という粒だ、ということです。中学2年生や3年生は、植物などの生物の細胞を勉強したときに、顕微鏡で細胞を見たことがあるかもしれません。この細胞も原子からできています。なので、細胞よりも原子の方がずっと小さいんですね。つまり、まあ植物はそうですが、人間も僕たちの体も原子からできているということなんです。さっき言ったように、原子は一粒一粒は小さすぎて目に見えません。ですが、原子がたくさん集まれば目に見えるようになります。例えば一円玉は原子がこれだけの数集まっています。これ数えると220垓という数になるんですけど、一円玉っていう本当に小さな
ものでさえ原子はこれだけの数集まってできているってことですね。原子っていうのは本当に小さいんです。よろしいでしょうか。これが原子のイメージです。一度確認をしておきましょう。まず原子はものすごく小さい粒だということです。そしてもう一つは原子がこの世のすべてのものを作っているということです。これをまずはじめに覚えておきましょう。では次の章に進みたいと思います。2章は原子の種類と記号というところを学習していきます。原子の大体のイメージがつかめたところで原子の種類の話に移っていきますが、タイトルにある通り原子には種類があるんです。皆さん、原子は全部で何種類ぐらいあると思いますか？これはだいたい118種類ぐらい原子はあるんです。これは新しく作られたりして増えたりすることもあるんですが、2020年の4月現在はだいたい118種類ほどになってます。そんなにあるのって思うかもしれませんが、中学生が覚えればいいのは、まあだいたい20種類ぐらいになってきます。20種類ぐらいでも多いっていうふうに思うかもしれませんが、まあそこは応援していますので頑張って覚えてください。先生はコアラのマーチを食べながら応援してますので、これを覚えないと始まらないので、皆さん頑張って覚えてほしいと思います。そして原子の種類はアルファベットで記号をつけて表します。例えば酸素という原子はアルファベットの O を使って表し、水素は H、窒素は N、ナトリウムは NA、マグネシウムは MG というようにそれぞれアルファベットで原子を表す記号が決まっているんです。日本語でいいのにって感じもしますが、このアルファベットの原子を表す記号は世界中で通じる記号なので必ず覚えましょう。では中学生が覚えるべき記号を紹介したいと思いますが、その前に注意点だけ話しておきます。注意点その1ですが、アルファベット1文字で原子を表す場合は必ず大文字のアルファベットを使うようにしてください。ここに例を挙げていますが、例えば酸素は O の1文字ですね。この場合の O は必ず大文字を使ってください。水素の H も大文字、窒素の N も大文字、炭素も大文字というように、アルファベット1文字で原子を表す場合は必ず大文字を使う。これが一つ目の注意事項です。続いて二つ目の注意事項ですが、アルファベットを2文字で原子を表す場合は、1文字目を大文字にして、2文字目を小文字で表すようにしてください。こちらも例を挙げますが、例えばナトリウムという原子は N と A の2文字のアルファベットで表すんです。この場合は N を大文字にして2文字目の A は小文字というふうに、1文字目は大文字、2文字目は小文字というふうに必ず意識して覚えるようにしてください。同じように FE も F が大文字で E が小文字と、銅と銀も同じように覚えてもらえれば構いませんが、1文字目が大文字、2文字目が小文字で表すということを注意して覚えていってください。では覚えるべき原子の記号の一覧です。まず最重要の12個です。これはもう全員が全て必ず覚えるようにしてほしいと思います。さっき言った通り、1文字で表す記号は大文字で、2文字の場合は1文字目が大文字、2文字目が小文字というところを注意して覚えてほしいと思います。続いてできれば覚えてほしい6種類ですね。上と合わせて全部で18種類になります。まあこれだけ覚えておけば基本的に困ることはないと思います。これらは次の動画に行く前に今一時停止をしてしっかり覚えたり、教科書や問題集を使って覚えたりして必ずしっかりと覚えてから次の動画に進んでほしいと思います。概要欄に自分のサイトを貼っておくので、そこで
覚えたかどうかの確認ができますので、それを使ってもらってもいいと思います。では、2章の確認です。原子にはいろいろな種類があるということでした。全部で118種類ほど。中学生が覚えるのは20種類ほどでした。この原子の種類はアルファベットの記号、原子を表す記号で表すことができます。この時、1文字で表す記号は大文字で、2文字で表す記号は1文字目が大文字、2文字目が小文字で表すという決まりがありました。そこを注意して、この表を覚えることができれば、ここまではバッチリです。ここがこの動画で一番大変なところなので、ぜひ頑張ってください。では、次の章に進みます。3章、原子の性質。では、3章は原子の性質を学習していきましょう。そんなに難しくありませんので、心配しないでください。この章で勉強するのは、原子は全部で118種類ほどありましたが、すべての原子に共通する性質、特徴というのがありまして、その解説になります。全部で3つあるので、先にその紹介をしてしまいます。まず1つ目、原子はそれ以上分けることができないというものです。2つ目、原子はなくなったり、新しくできたり、他の種類の原子に変わったりしない。これが二つ目です。三つ目は、原子にはその種類ごとに決まった質量があるということです。質量というのは重さみたいなものでした。では、一つずつ詳しく説明していきます。まず一つ目です。性質1、原子はそれ以上分けることができないというものです。まあ、そのままなんですが、物をバラバラにしていくと、最後に原子が残りました。そして、この原子はもうこれ以上分けることができないよということです。皆さんがさっき覚えてもらった20種類の原子、そして118種類の全ての原子はもうこれ以上分けることはできないということです。ちなみに原子は粒のようなものなので、このような粒の絵で表すことがよくあります。この粒の絵のことを原子のモデルという言い方をするので、それも合わせて覚えておきましょう。モデルというのは分かりやすく書いた絵のことです。水素原子のモデル、酸素原子のモデル、炭素原子のモデル。というように、原子は粒の絵、モデルでよく表します。で、話を戻しますが、ここに3つの原子があって、他の原子も同じですが、原子はこれ以上バラバラにできない。ということですね。では続いて性質の2つ目です。原子はなくなったり新しくできたり他の種類の原子に変わったりしないというものです。これは皆さんどう思いますか？人によっては不思議に思う人もいるかもしれません。例えば紙が燃えたらその紙ってなくなるし、水たまりが乾いたらなくなるじゃんっていうふうに思う人もいるかもしれません。詳しい説明は今はしませんが、例えば紙が燃えたり、水が蒸発したりするのも、原子の集まりが見えないぐらいバラバラになっているだけで、原子自体は消えてないよっていうことを覚えておいてください。また、原子は新しくできることもありません。そして、他の種類の原子に変わることもありません。水素の原子が酸素の原子に変わったり、酸素の原子が鉄の原子に変わったりしないということですね。もし疑問や質問がありましたら、コメント欄に書いてもらえれば返信できると思いますので、気軽に書いてください。では、性質の3つ目に行こうと思います。性質3、原子にはその種類ごとに決まった質量があるというものです。これは一番大切ではありません。ふーんくらいでいいと思います。水素や酸素など原子ごとに質量が決まっているということですね。質量というのは重さのようなものです。もしどの原子が軽いとか重いとかに興味があれば、周期表というこのような表がありまして、よく教科書とかの裏ら辺にこういう周期表があったりするんですが、この周期表を見ると質量の順がわかります。見方が少しややこしいんですけど、
ここに水素があって、これが一番軽くて、二番目がこっちに来るんですね。ここでヘリウム。三番目がリチウム。四、五、六。という風に質量の順になっています。無理に覚える必要はなく、なんとなくしておけば OK なので確認しておいてください。では、この章の確認です。すべての原子には共通する性質がありました。それは、一つ目、原子はそれ以上分けることができない。二つ目、原子はなくなったり、新しくできたり、他の種類の原子に変わったりしない。三つ目、原子にはその種類ごとに決まった質量がある。というものでした。はい、以上でこの動画の内容、原子についての話を終わります。いろいろと話をしてきましたが、最重要は原子の記号を覚えることです。これは本当に大切なので、繰り返し練習して覚えましょう。大変かもしれませんが、それでもあと3本動画が続く中では、今回が一番簡単です。今回の動画を鬼滅の刃で言えば、はじめに炭治郎くんが山を降りていって、炭を売ってるじゃないですか。今回の内容は、まだそのあたり、っていうようなところです。俺は鼻が利くから、みたいに言ってる、その辺です。次回からは鬼が出てくるっていうような感じに思っておいてください。それでも今回の内容が重要なことには変わりありませんので、何回もこの動画を見て次の動画に進むようにしてください。これで今回の授業、原子についてを終わろうと思います。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では頑張ってください。さようなら。皆さんこんにちは。ソーニーと言います。化学反応式の書き方の動画の第2弾になります。化学反応式とはこのようなやつでした。今回は第2回目の内容となりますので、1回目の動画を見てない人は1回目から見てくるとスムーズに進めると思います。簡単に自己紹介をします。サワニーといって教員や塾講師、教材開発などを行ってました。中学理科の学習に役立つサイトや動画を作っています。さて、第2回の今回は階段のこの部分の学習をしていきます。分子と化学式についてです。では、早速始めましょう。一章、分子とは何か。では、今回は分子とは何かというところから学習していきたいと思います。前回学習したのは原子でしたね。原子は物をバラバラにしていくと最後に残る小さな粒のことでした。水素の原子や酸素の原子など、全部で118種類ぐらいがあるんでしたね。そして今回学習するのは分子です。似た言葉なので原子と絶対に混ぜないようにしっかりと意識をして話を聞いておいてください。では分子とは何？という話なんですが、一言で言えば原子がくっついて友達グループになったら分子。そんな感じで覚えてもらえば OK です。これが分子ですね。人間で言えば個人個人が原子で、グループになったら分子。そんなような感じで大丈夫です。前回の動画で不思議に思った人もいるかもしれませんが、原子って118種類ぐらいしかないじゃないですか。でも思い出してみてほしいんですが、100円ショップとか雑貨屋さんとかスーパー、薬屋さんとか、そういったお店の中には何百種類とか何千種類っていうものが置いてありますよね。なんで原子が118個しかないのに、地球上に何千何万とたくさんの種類のものがあるかといえば、この原子たちがいろいろなグループを作るから、これだけたくさんのものが地球上にあるんです。これはもう本当に原子同士のくっつき方が少し変わったり、くっつく個数が違うだけで、もう全く違うものになってくるんですね。硬くなったり、柔らかくなったり、いい匂いになったり、臭くなったり、毒になったり、薬になったり。今現在も新製品とか、コロナの薬とか、世界中でいろいろな方々が研究されていますが、簡単に言えば、原子の組み合わせをいろいろ変えてみて、いいものを作ってる
そういうことになるんですね。簡単に言えばですけどね。はい、これで一章は終わりです。分子の大体のイメージはつかめましたか？一言でまとめると、原子がくっついてグループを作ったら分子という感じでした。では2章に進みます。2章、中学生に覚えてほしい分子と化学式。さて、それでは中学生に覚えてほしい分子を紹介していきます。まずは水素分子です。水素分子は水素原子が2個このようにくっついたものです。これを水素分子というんです。さっき原子が友達になったら分子だよっていうふうに言いましたが、原子は自分と同じ種類の原子がたくさんいるので、水素原子同士でくっつくということも可能なんですね。そして水素原子 H が2個くっついているので、これを H2 というふうに表します。この分子をアルファベットと数字で表したもの、これを化学式というふうに言います。水素分子の化学式は H2、 H が2個くっついているよという意味なんですね。またこの2は右下に小さく書くので、この書く場所を必ず間違えないでください。繰り返しますが、水素原子が2個くっついたものを水素分子と言います。そして水素分子を化学式で表すと H2 となるんですね。ここまでいいでしょうか？一つ注意点があるので、これは覚えておいてください。それは何かというと、まず原子がくっつくと分子でした。それはいいんですが、原子が分子になるときには種類や個数の相性があるということは覚えておいてください。どういうことかというと、水素原子は2個でくっつくことは大好きなんですが、3つとか4つでくっつくことは嫌いなんですね。水素原子は2個でしかくっつきたくないんです。ちなみに原子1つだけでいることも大嫌いです。何度も言いますが、水素原子は2個くっついて水素分子になることが好きなんですね。もう少し難しい言い方をすると、水素原子は2個くっついている状態が安定なんです。原子1つでいる状態は不安定なんですね。不安定ってどういうことかというと、例えば皆さんが持っているシャーペンを落としたとします。その時シャーペンがピシッてまっすぐ縦に立つことって、まあありえないですよね。これはシャーペンが縦に立つ状態が不安定だからです。反対にシャーペンが寝転がる状態はシャーペンにとって安定なので横になるわけです。それと同じような感じで、水素原子にとっては2つくっついていることが安定なんです。1つとか3つ4つっていう状態は水素原子にとっては不安定なんですね。なので水素原子はいつも2つでくっついているわけです。皆さん中学1年生の時に水素の性質というのを学習したと思いますが、この水素というのも水素分子のことなんです。水素は2つくっついて安定なので、皆さんが学習した水素も2つくっついていた分子の状態だったわけです。これも覚えておきましょう。さらに話を続けます。水素原子は酸素原子1個に2個くっつくこともできます。これ皆さんが飲んでいる水なんですが、これ以外の個数では水素原子はくっつきたくありません。このように原子が分子になるときには種類や個数に相性があるということは覚えておいてください。とても大切です。何でもかんでも好き放題、くっつけたい放題というわけではないということですね。はい、少し長くなりましたが、中学生が覚える分子の一つ目、水素分子、化学式は H2 でした。
まずは必ずこれを覚えましょう。では次に行きます。次は酸素分子です。酸素分子も酸素原子が2つくっついてできたものです。化学式は O2 と書きます。酸素原子も1つでいることが嫌い、不安定なので2つでくっついて酸素分子 O2 の状態でいます。今皆さんの周りに酸素が飛び回っていて、それを皆さん吸って呼吸していますが、この酸素も O2 の状態で飛び回っています。もちろん中学1年生で学習した酸素が物を燃やすのを助けるというのも酸素分子のことです。酸素もいつも2つでくっついていたいんですね。ちなみに中学生は覚えないでいいんですが、酸素原子は3つでくっつくことも可能です。酸素原子が3つくっついたこの分子のことをオゾン分子というふうに言います。これは酸素原子が3つくっついてしまうと、もうこれは酸素とは性質が全く違います。オゾン分子は臭い匂いもしますし、人間にとっては毒なんですね。このオゾン分子、化学式では O3 と言いますが、この O3 は覚えないではいいんですが、原子のくっつき方が変わると性質は全く変わってしまうということは覚えておきましょう。人間関係も誰か一人こう加わってくるだけで、グループの雰囲気がガラッと変わったりすることもありますよね。まあそんな感じで、原子もちょっとくっつき方が変わるだけで性質はガラッと変わってしまうということです。以上、酸素分子 O2 でした。次は窒素分子です。窒素原子も2つでくっつきたがります。なので窒素分子の化学式は N2 となります。もちろん空気中にある窒素は N2 のことです。窒素も1つで飛んでるということはほぼありません。ではどんどん次に行きます。二酸化炭素分子です。二酸化炭素という言葉は聞いたことある人も多いかもしれません。二酸化炭素分子の化学式は CO2 というものです。これは C、炭素の原子が1つと O、酸素の原子が2つくっついているよという意味です。この小さい数字は手前の原子の個数になります。だから酸素の数が2個ということですね。 C のこの部分には数字がついていませんが、これは1という数字が隠れていて C が1個ということになります。日本語の二酸化炭素という言葉も2個の酸素がくっついた炭素という意味なんです。そして注意ですが、炭素が1個で酸素が2個、これを O2C と書いてしまうと×になってしまいます。必ず CO2 という順番で正しく覚えてください。またこの二酸化炭素分子の絵、この絵のことをモデルというふうに言いましたが、モデルで書くと C が真ん中で O がその両端にあるということも覚えておきましょう。このくっつき方のモデルの絵もテストに出ることがあるので、炭素が真ん中で酸素がその両端に1個ずつあるという、この二酸化炭素分子の作りをしっかりと覚えておきましょう。ではさらに次に行きます。水分子というものに行きます。水分子の化学式は H2O です。この化学式を見ただけで何の原子が何個ずつかわかりますか？水素原子が2個、酸素原子が1個になります。水分子のモデルを見てみましょう。このようにミッキーマウスのような付き方になってますので、この形もしっかりと覚えておいてください。で、実際に酸素原子の方が水素原子よりも大きくなっているので、
その大きさも覚えておくとさらにいいと思います。僕たちが飲んでる水っていうのはこんな感じの粒になってるっていうことを知っておくのもいいと思います。水そのものの粒があるわけじゃなくて、水っていうのは酸素と水素がくっついたこんな粒だっていうことですね。ちなみにコップ一杯の水には水分子がこのくらいの数入っています。もう数えきれないぐらいのたくさんの水分子が入っているということですね。さらに水分子の化学式の書き方ですが、 OH2 と書いてしまうとこれはバツなので、これも H2O と正しく覚えてください。では最後になります。最後はアンモニア、聞いたことあるかもしれません。アンモニア分子の化学式は NH3 です。窒素原子が1つと水素原子が3つでアンモニア分子になります。モデルのこの形も覚えておきましょう。窒素も水素も無臭なんですが、それらがくっついてアンモニア分子になると急に臭くなるというところが面白いところですね。はい、この6種類が中学生で必ず覚えるべき分子になります。分子のモデルの形や化学式、必ず覚えてほしいと思います。動画を一時停止して覚えたり、教科書や問題集で必ず覚えましょう。はい、では分子を覚えてこれで OK というふうに言いたいんですが、もう少し話は続きます。この後も非常に大事なので、ぜひ頑張ってついてきてください。3章、分子を作らない物質と化学式その1というところをやっていきたいと思います。ここは多くの中学生がいい加減に理解してしまうところなので、ぜひ皆さんはしっかりと学習してほしいと思います。では、始めます。章のタイトルにある通り、分子を作らない物質について学習していきたいと思います。まずここに鉄の塊があったとします。この鉄の塊は鉄原子が集まって塊になっています。ここには9個の鉄原子が書いてありますが、本当は数えきれないぐらいたくさんあります。そして鉄の原子が集まっているから、これは鉄分子というふうに呼べそうなんですが、これは分子とは言わないんです。それはなぜか。もう一回考えてほしいんですが、ここに鉄の塊があって、これは鉄原子がくっついてます。それはいいんですが、皆さんはこれは鉄原子が何個くっついているかわかりますか ?FE の後の数字はいくつにしたらいいんでしょうか。先ほど出てきた水素分子は良かったですよね。もう2個でくっつくっていう風に決まってましたから。いつも2個でくっついてて、まあこの分子自体はたくさんあるんですけど、でもくっついてる個数は2個っていう風に決まっていたわけです。酸素分子も2個でくっつくって決まってましたし、水分子だったら水素原子2個に酸素原子1個っていう風にくっつく個数が決まってたわけです。で、話を戻して、この鉄の塊に鉄原子がいくつくっついてるかってことなんです。多分何千億とか何兆とか、それよりもずっと大きい個数になってると思います。これは数えることはもうできないですよね。しかも塊が大きくなればなるほど、どんどん鉄の原子はくっついていけるわけです。鉄の原子がたくさんくっついても、性質は鉄のまま変わっていくことはありません。なので、こういう塊になっているもの、金属とかに多いんですが、この塊系は分子というふうには呼ばないんです。そして、FE の後に数字をつける必要はありません。一つの原子だけを代表して FE とだけ書けばいいんです。もちろん、たくさん鉄の原子がくっついていることはみんなわかってるんです。わかってるんだけど、もう数も数えれないし、
くっつきたければくっつきたいだけくっつくことができるので、もう化学式は FE とだけ書けばいいよっていうことなんです。これが分子を作らない物質というものです。では、まず一旦、分子を作らない物質にはどんなものがあるかまとめて見てみましょう。鉄 FE、銅 CU、銀 AG、金 AU、アルミニウム AL、炭素 C、硫黄 S となります。これらは原子が集まってできていますが、数えられないし、塊が大きくなればなるほど集まる原子も増えるので、決まった原子の数はありません。なので、原子の記号の後に小さい数字はつけない。分子とも呼ばない。ということです。まあ、鉄は FE とか、銅は CU とか、そのまま化学式を覚えれば、分子を作るとか作らないとかの細かいことは割とどうでもいいんですが、それでも、鉄や金銀銅などの後に数字がつかない理由っていうのは、こういうことだっていうことを知っておけばバッチリです。これが分子を作らない物質の丸1でした。では次の章に行きます。4章、分子を作らない物質と化学式、その2。はい、ではこの動画の最後の章になります。頑張っていきましょう。分子を作らない物質のその2というのについてやっていきます。この章はさっきの内容がわかれば、その続きになってますので、特に難しいことはありません。では、始めていきます。ここに、塩化ナトリウムという物質があります。塩化ナトリウムって、ほとんどの人は聞いたことがないと思いますが、これは皆さんが食事に使う食塩、塩のことですね。この塩化ナトリウムというのは、食塩のことというのは、絶対に覚えておいてほしいことです。で、この塩化ナトリウムもさっきと同じように分子を作らない物質、塊系のものなんですね。塩化ナトリウムをモデルで見てみましょう。このようになっています。塩化ナトリウムをモデルで見ると、ナトリウムの原子と塩素の原子が順番にナトリウム、塩素、ナトリウム、塩素、ナトリウム、塩素とずっと続いているんですね。で、順番に続いていることはわかるんですが、これが何セット、何組続いているかっていうのは、これは塩化ナトリウムが大きくなればなるほどどんどん続いていきますし、それが何組続いているかなんて数えることはできないんです。つまりこの塩化ナトリウムも分子を作らない物質ということです。では、この塩化ナトリウムを化学式で表すとどうなるでしょうか。これはナトリウムと塩素のこの部分、1セット分ですね。この部分だけを代表して NaCl と化学式を書けばいい決まりなんです。本当は Na1000Cl1000みたいにずっと続いているような感じなんですが、そこを数えられないので NaCl で表せばよいということなんですね。では次の例を見てみます。酸化銀という物質を見てみましょう。この酸化銀も分子を作らない物質です。酸化銀のモデルを見てみます。するとこのようになっています。本当は酸化銀のモデルはもっと複雑ですが、まあ大体こんな感じと思って聞いていただいて大丈夫です。酸化銀のモデルを見てみると、このように銀銀酸素、銀銀酸素、銀銀酸素、銀銀酸素という風にずーっと続いていきます。これは酸化銀の塊が大きくなればなるほど続いていきますし、もちろん数えきれないぐらい銀銀酸素、銀銀酸素という風に続いていきます。では、これを化学式で表すとどうなんでしょうか。この場合は酸化銀のこの部分ですね。この一部分だけを代表して
AG2O というふうに表します。これが分子を作らない物質の酸化銀になります。よろしいでしょうか？今例で見てきた塩化ナトリウムや酸化銀のように2種類以上の原子が塊形になっている場合は一組だけを代表して書けばいいということになります。では分子を作らない物質、その2をまとめていきましょう。これがその表になります。この表に出てくる化学式も全て覚える必要があります。パッと見、すごいややこしくて大変だと思いますが、急がないでいいので何日も時間をかけてゆっくりと覚えるようにしてください。とりあえず今は続けて話を聞いていってください。まず酸化銅というものがあります。酸化というのは酸素がくっついたという意味です。酸化銅なので酸素がくっついた銅なんですね。で、この酸化銅も塊形で、実際は銅酸素、銅酸素、銅酸素というふうに非常に多くの数が続いています。ですが、そのうちの一組、銅と酸素だけを代表して CuO というふうに化学式を書けばいいということになります。続けていきます。酸化マグネシウムも酸素がくっついたマグネシウムという意味です。マグネシウム酸素、マグネシウム酸素と続いていきますが、MgO というふうに覚えればいいということです。塩化ナトリウムは先ほど出ました NaCl です。次はこれ、硫化鉄と読みます。硫化というのは硫黄がくっついたということですね。硫黄がくっついた鉄で FeS というふうになります。硫化銅は硫黄がくっついた銅で CuS となります。水酸化ナトリウムはナトリウムと酸素と水素がくっついて NaOH となります。最後の2つですね。炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムは非常にややこしいですが、頑張って覚えてください。炭酸水素ナトリウムは NaHCO3、 炭酸ナトリウムは Na2CO3 という風になります。では最後にこの動画のまとめです。化学式を覚える時の注意点も話すので、最後まできっちりと話を聞いてください。この動画では分子というものについて話をしてきました。分子は原子がくっついて友達グループになったものというイメージで OK です。また、塊になっているものは分子を作らない物質というものでした。そこだけ理解できていれば、あとは化学式を正確に覚えるだけです。今から言う注意点を意識してしっかりと覚えましょう。注意点その1です。原子の記号を逆に覚えないということです。例えば、塩化ナトリウムの化学式は NaCl でした。これを CLNA のように反対に覚えないように注意しましょう。この書く順番は一応意味があるんですが、中学3年生や高校生で書く順番の意味を習うので、今は丸覚えになってしまうと思いますが、それでも正確に順番を覚えてください。注意点の2つ目です。小さい数字は手前の原子の個数ということです。この小さい数字は手前の原子の個数です。例えば酸化銀は Ag2O ですが、これは銀、Ag が2個で酸素、O が1つです。これをしっかりと意識して小さい数字まで正確に覚えましょう。例えば酸化銀を AgO2と覚えてしまうと、もう問題は絶対に解けません。繰り返しますが、小さい数字は手前の原子の個数です。そしてその数字まで完璧に覚えるようにしましょう。注意点の3つ目です。原子が区切れる部分がわからなくなったときは、大文字の手前で区切るということです。長い化学式は
原子の粒がどのようにつながっているかわからなくなってしまうことがあります。そのような場合は、大文字の手前で区切っていくと原子の切れ目がわかるということを覚えておきましょう。例えば、炭酸水素ナトリウムというのがありますが、これは大文字の H の前、C の前、O の前で区切っていけば、このようなところで区切れていくことがわかります。Na はアルファベット2文字で一つの原子でしたね。もし原子の切れ目がわからなくなったら、大文字の手前でしっかりと区切りましょう。はい。あとは化学式を覚えるだけです。これを覚え切ることができれば、化学反応式を書けるようになるまで、あと一息です。次の動画で化学反応式の書き方を解説しますので、皆さんはこの化学式をしっかりと覚えるようにしてください。逆に言えば、これを覚えないと化学反応式は書けるようになりません。アルファベットを覚えないと英単語は書けないのと同じです。とっても大変だと思いますが、先生はプリッツを食べながら応援していますので、ぜひ頑張ってください。でも、ここまで見てくださった皆さんは本当に素晴らしいと思います。皆さんのためにも次の動画を頑張って作っていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。皆さんこんにちは、ソニーです。今回は化学反応式の書き方の第3弾です。化学反応式ではこのようなものでした。第3回の今回は階段のこの部分、係数の付け方と反応式の書き方について詳しく解説していきます。できれば第1回から見てくるとより理解がしやすいと思います。自己紹介が遅れましたが、自分はサーニーといって理科教育の仕事をしているものです。理科の勉強に役立つ動画を投稿してますので、よろしければチャンネル登録お願いします。では、早速始めましょう。さて、今回の動画はいよいよ化学反応式の書き方です。頑張っていきましょう。まずはじめに注意です。化学反応式というのはこのようなものです。もちろん、今から学習していくので、詳しくわからないでいいんですが、化学反応式はこんなものという雰囲気は掴んでおいてください。一方、化学式というのはこのようなものでした。これは前に学習しましたね。化学式にプラスとか矢印がつくと化学反応式になるということをしっかりと覚えておいてください。ちなみに、化学式はすべて覚えましたか？まあ、今すぐ完璧にする必要はないんですが、化学式をすべて完璧に覚えないと化学反応式は書けるようにならないよということはしっかりと覚えておいてください。ではまずは、係数というものについて学習していきます。ここは本当に大切なところです。しっかり学習していきましょう。係数って何かというと、ここの部分のこの大きい数字ですね。これが係数になります。この小さい数字は係数ではありませんので注意してください。この大きい数字のことを係数と言います。この動画では係数を青い字で書くことを多くしていきますので覚えておいてください。では、この係数の意味を考えていきましょう。まず、水分子の化学式とモデルを書いてみます。水分子とは水素の原子が2個と酸素の原子が1つくっついてできているものでした。では、もしこの H2O に係数がついて 2H2O となったら、これはどんな意味なんでしょうか？これはですね、2H2O をモデルで書くとこのようになるんです。そう、水分子が2個あるという意味になるんです。3H2O と書けばこのように水分子が3つということです。係数をつけると後ろの化学式が丸々増えるということですね。これは数学の考え方とよく似ています。例えば数学で 2AB と書けば AB が2個ということですね。3AB と書けば AB が3個です。で、一つの時は1を省略して書かないのも同じです。ここまでよろしいでしょうか？分かってしまえばあんまり難しくないかもしれませんが、
確実に覚えなければいけないことなので、もっと例を出していきます。皆さんはモデルを頭に浮かべながら話を聞くといいと思います。では、水素分子でやってみましょう。2H2。この式はどんな意味でしょうか？モデルで書けますか？これはモデルで書いてみると、H2 の水素分子が2個なので、このような形になります。次です。3H2 はどのような感じでしょうか？これは水素分子が3つなので、このようになります。あとは簡単ですね。4H2 は H2 が4つなので、このようになります。二酸化炭素分子で見ていきます。2CO2 はモデルで書くとどのようになるでしょうか？はい。CO2 が2個なので、このようになります。CO2 は前回も言ったように、モデルの形もしっかりと覚えておきましょう。同じように、3CO2 の場合は、このようになります。4CO2 の場合は、このようになります。慣れれば簡単だと思います。では最後に、一番難しい炭酸水素ナトリウムでやってみましょう。炭酸水素ナトリウムの化学式は NaHCO3 でした。まあそもそも係数がどうのこうのというより、この化学式をしっかり覚えているかどうかというのが大切ですよね。では、2NaHCO3 はモデルで書くとどのようでしょうか？これは NaHCO3 が2つなので、このようになります。3NaHCO3 はこのようになります。4NaHCO3 はこのようになります。よろしいでしょうか？これが大きい数字の係数の意味になります。これをまず必ず覚えておきましょう。そして前回の動画で学習しましたが、ここでもう一度この小さい数字の意味も再確認しておきましょう。まあ簡単に言えば、この小さい数字はピタッとくっついている数という感じですね。例えば酸素分子は酸素原子2個がピタッとくっついてますよね。このピタッとくっついている数がこの小さい数字ということです。そしてもう一つ大切な確認ですが、酸素原子が3つくっついて O3 になると何になったか覚えていますか？これを覚えていたら本当にすごいなと思いますが、酸素が3つくっつくと、これはオゾン分子というものになるんでした。そして、このオゾン分子というのは、匂いもあって有毒、毒のことですね。毒があって、酸素とは全く別の物質でした。つまり、この小さい数字の数が違うと、全く別物、別の種類の物質になるということなんです。一方、係数の場合はどうでしょう？ O2、酸素分子ですね。酸素分子に係数をつけて、2O2 としてみます。そうすると、酸素分子が2個になりますよね。これ、2O2 は酸素のままですよね。酸素分子が2個あるっていうことですから。もちろん 3O2 にしても 4O2 にしても 5O2 にしても酸素のままなんです。このように小さい数字が違うと別の物質になってしまうんですが、係数なら物質は変わらない。ということはとっても大事なのでしっかりと覚えておいてください。これで一章係数の書き方の説明を終わります。二章化学反応式の書き方。ではいよいよ化学反応式の書き方を解説していきます。特別な方法ではありません。教科書や参考書、問題集に載っている普通の方法です。ですが、動画を第1話からしっかり見てきた皆さんなら、必ず普通のやり方で完璧に書けるようになります。では、やっていきましょう。先に化学反応式の書き方の流れを説明します。化学反応式は次の1から3の流れで書いていけば必ず書くことができます。1、日本語で式を書く。2、日本語を化学式に直す。3、原子の数を揃える。
この丸1から丸3の流れで書いていけば、化学反応式は必ず書くことができます。もしこの先、何回も何回も化学反応式の書き方を練習して、完璧に書けるようになったら、この丸1から丸3の流れは省略してもらって構いません。ですが、慣れないうちは必ず丸1から丸3の流れをしっかり意識して書くようにしましょう。化学反応式は書けませんという質問は非常によく受けるんですが、書けない人のほとんどが自己流でなんとなく適当にやって間違えてしまうんです。自己流で化学反応式を書くことは絶対にやめてください。例え話で言うと、例えば先生が朝顔の花を咲かすために皆さん種をまいて水をあげましょうって言ったとしますよね。その中である生徒が先生の言うことを聞かずに、いや俺はめんどくさいから種まかないで水まくだけにするって決めたとします。その結果その生徒が先生芽が出てきませんって言ってきたらどう思いますか？おい種まけって言ったじゃんって思いますよね。勝手なことすんなよ、そりゃ芽出ないに決まってるよって思いますよね。まあ話はちょっとずれちゃったんですが、とにかく初めはちゃんと流れを覚えてその流れ通りやりましょうということです。慣れたら省略してもらって構いませんので、では問題を解きながら練習していきましょう。問題1、水が水素と酸素に分解される化学反応式を書けという問題です。これは本当は実験をしながら学習するものですが、このような化学反応式があるんだと思って書く練習をしていきましょう。簡単に言ってしまえば、水という物質は水素と酸素に分解できるということで、その化学反応式を書くということです。では書き方です。ステップ1、日本語で式を書くとあります。これは日本語とプラス矢印という記号を使って式を表すんです。やってみれば簡単ですので、よく見ておいてください。水が水素と酸素に分かれるので、水矢印水素足す酸素ですね。これで水が水素と酸素に分かれたとなるということですね。水が分解されて水素と酸素になってます。これがステップ丸1の日本語で表すというものです。慣れれば簡単ですので何度も練習してみてください。ではステップ2に行きます。ステップ2は日本語を化学式に直すというものです。ステップ1で書いた日本語の式を化学式に直せばいいということになります。化学式というのは前回学習したこのようなものになります。水とか水素、酸素などの日本語をこの化学式にただ直せばいい、それだけです。では直してみましょう。水は化学式に直すと H2O になります。水素は H2、 酸素は O2 と直していきます。もう一切考えたりせずにこの化学式の表を覚えておいて、それを単純に直せば OK です。前回動画で化学式は右下の小さい数字まで必ずしっかり覚えましょうと言いましたが、この小さい数字まできっちりと書きます。水素が H か H2 かということも絶対に悩んではいけません。水素分子の化学式は H2 なので H2 とそのまま書けばいいんです。ここがただの H なことは絶対にありませんので注意してください。難しい言い方をすると、前回やった通り H だけの状態では不安定なので H だけのことはありえません。繰り返しますが、日本語をただ化学式に書き換える、それだけです。それだけなんですが、化学式をしっかり覚えていないとこのステップ2をクリアすることができません。化学式は必ずしっかりと覚えておきましょう。ではステップ3の原子の数を揃えるというところに行きましょう。ここが最も重要なポイントになります。ステップ2の化学式を書くというところまで行けたらですね、矢印のこの部分ですね、この部分を境目にして
矢印の左側と右側で原子一つ一つの粒の数を比べていきます。この時モデルを書くと分かりやすいでしょう。どうでしょうか。原子一粒一粒の数は矢印の左側と右側でどのようでしょうか。皆さんも考えてみてください。矢印の左と右で原子の個数は合っていますか。矢印の左側は水素原子が1、2の2個、そして酸素原子はここに1つだけあるので1つですね。矢印の右側はどうでしょうか。水素原子の数は1、2、2個ありますね。酸素原子も1、2で2個あります。つまり矢印の左側の方が酸素原子が1つ少なく、原子の数が矢印の左と右で合っていませんね。この原子の数を両側で揃えないと化学反応式は完成にはなりません。ではどうやって揃えていくか。ここで使うのが先ほど学習した係数です。数を合わせるときには係数を使うんです。もっと言えば係数以外で数合わせをしてはいけません。数合わせのときはこのピンクの四角の中の係数以外の数字を絶対に変えないでください。間違ったダメな例の話も少ししておきます。絶対にやってはいけないことなんですけど、 H2O の O の右下、ここにちっちゃい2をつけるというのも思いつくと思います。左側に酸素が少ないんだから、ここに2をつけて数を揃えちゃおうっていう考えです。その気持ちはわかるんですが、それをしてしまうと H2O2 となりますね。この H2O2 という物質は過酸化水素水って言うんですけど、これは水とは全く別の物質なんですね。そうすると過酸化水素水を分解する化学反応式になってしまうので、これはもう問題と違ってめちゃくちゃになっちゃうんですね。私たちは水のまま数合わせをしていきたいわけなんです。水のまま数合わせをするためには係数を使うしかないっていうことなんですね。まああまり難しいことは考えないでいいんですが、とにかく数合わせの時はこのピンクの四角の中の数字、係数以外を変えてはいけないということを絶対に覚えておいてください。では数合わせを始めましょう。左側に酸素が少ないのでここに2をつけます。そうすると水分子の数が丸々もう1個増えます。そうすると酸素の数が1、2で2個になりました。これで酸素原子の数が矢印の左と右で揃えました。でも気づいた人もいるかもしれませんが、今度は水素原子の数が左側が4個、右側が2個でずれてしまいました。で、これはコツなので覚えておいてほしいんですが、係数の数を増やしていけば、一回ずれてしまってもいつか必ず数は揃うので、ずれてしまうことは気にせず係数をつけていってください。水素の数がずれたらまた他のところを増やしていけばいいんです。いつか必ず全ての数が揃います。ということで右側の水素の数を増やしてみましょう。係数をつけて水素分子の数を2個にします。はい、これで左右の原子の数を比べてみましょう。まず酸素原子ですが、左が1、2の2個で、右も1、2の2個ですね。水素原子は左が1、2、3、4の4つで、右も1、2、3、4の4つですね。はい、これで矢印の左右で原子の数が揃いました。なので、これで水が水素と酸素に分解される化学反応式の完成ということになります。 2H2O 矢印 2H2 たす O2 ということですね。まあ係数の2を2と呼んでもいいと思うんですが、そうすると 2H2O 矢印 2H2 たす O2 という風になります。まあなんか2222言ってるので
まあ、先生は 2H2O 矢印 2H2 たす O2 というふうに読んでいます。では手順の確認をしておきましょう。丸1、日本語で式を書く。丸2、日本語を化学式に直す。丸3、原子の数を揃える。この3ステップを忘れないようにしましょう。では、あと2問問題をやってこの動画を終わりにしたいと思います。第2問に行きます。第2問は、炭素と酸素がくっついて二酸化炭素になるという化学反応式を書いてみましょう。ステップ1、日本語で式を書くからやっていきます。このステップ1は正直言ってちょっとめんどくさいんですが、でも慣れて完璧に書けるようになるまで丁寧にやっていきます。ではステップ1ですが、炭素と酸素がくっついて二酸化炭素になるですね。なので式にしていくとこういう風になります。炭素足す酸素矢印二酸化炭素ということですね。炭素と酸素が合わさって二酸化炭素になっているということです。また、この時、矢印をイコールにしないように必ず気をつけてください。ここをイコールにして×になってしまうという間違いもかなり多いので、矢印でしっかり書く癖をつけましょう。次に、ステップ2です。日本語を化学式に変えていきましょう。この表を思い出して、その通りに正しく変えていきます。すると、このようになります。炭素は C、酸素は O2、二酸化炭素は CO2 なので、C 足す O2、矢印 CO2 という風になりますね。ちなみに、炭素というのは、鉛筆やシャーペンの芯などの成分です。塊になっているもので、前回学習した分子を作らない物質なので、右下に小さい数字は書かない決まりでしたね。では、ステップ3の原子の数を揃えるに行きましょう。まず、矢印の左右で原子の数を比べてみましょう。比べるときは、モデルを書くといいんでしたね。モデルを書いてみると、このようになります。比べてみると、矢印の左側は炭素原子が1つ、酸素原子は1、2の2個です。矢印の右側は炭素原子が1つ、酸素原子が1、2の2個になります。なので、原子の数は左右でもうすでに揃ってますね。このように原子の数がもともと揃っている場合は、係数をつけていく必要はありません。なので、そのままで化学反応式の完成となります。炭素と酸素がくっついて二酸化炭素になるという化学式は C 足す O2 矢印 CO2 で完成ということですね。では、この動画の最後の問題に行こうと思います。問題3。酸化銀が銀と酸素に分かれる化学反応式を書いていきます。では、ステップ1の反応式を日本語で書くところをやっていきましょう。酸化銀が銀と酸素に分かれているので、これを日本語の式で書くと、酸化銀矢印銀足す酸素という風になります。時間がある時に自分でも書いてみて、間違いがないか確認しながら何度も練習してみてください。次に、ステップ2の日本語を化学式に変えるというところをやっていきます。この表を思い出して、そのまま書き換えれば OK です。酸化銀の化学式は正確に覚えていましたか？酸化銀の化学式は Ag2O です。AgO2 は×なので、絶対に覚え違いがないようにしてください。では、日本語を化学式に直します。酸化銀は Ag2O、銀は Ag、酸素は O2 ですね。なので Ag2O 矢印 Ag 足す O2 となります。では、
ステップ3に行きます。原子の数を揃えるところですね。まず、モデルを書いてみましょう。モデルを書くと、このようになります。数を数えてみると、矢印の左側は、銀原子が2個、酸素原子が1個ですね。矢印の右側は、銀原子が1個、酸素原子が2個となります。原子の数が矢印の左と右で合ってないので、係数を書いて数を揃えていかなければいけません。銀と酸素の数がどちらも合っていないので、どちらから揃えていっても構いません。ここでは銀原子から揃えていってみましょう。ここに係数の2をつけます。そうすると銀原子の数が2個になり、銀原子の数が矢印の左と右で揃いました。次に矢印の左側に酸素原子が足りないので、矢印の左側の酸素原子を増やします。もう大丈夫だと思いますが、数を揃えるときに O の右下に小さい数字をつけないでください。数を合わすときはピンクの四角の中の係数を使って合わせなければいけませんでしたね。なので三角銀の横に2という係数をつけるとこのようになります。これで酸素原子の数が左右で2個ずつとなって揃いました。この時、銀原子の数がずれてしまうことは気にしないでください。さて、最後にずれてしまった銀原子の数を揃えましょう。左側の銀原子の数が4なので、右側の銀原子の数も4つにします。ここの係数の2を4に変えます。これで完成になります。矢印の左側は銀原子の数が4つ、酸素原子の数は2つになります。矢印の右側も銀原子の数が4つ、酸素原子の数が2つ。化学反応式は 2AG2O 矢印 4AG プラス O2 という風になって、これで化学反応式が完成になります。お疲れ様でした。これで化学反応式の書き方の解説はすべて終わりになります。もう一本続きの動画があるんですが、その動画の内容は中学生でよく出る化学反応式の問題練習になりますので、よろしければぜひ見てみて確認してみてください。では皆さん、体調に気をつけて勉強頑張ってください。よろしければ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。